どうも PO25 ですというところで、もうねここまで来たらですよ、もうやっちゃおうという話です。SSR が2倍になる、ガシャが多分今回最後なので、それはまではねちょっと全部動画撮っちゃおうというところでね、やりきっていこうかなと思います。いきましょう。エモーショナルな気分に浸ってしまったわけですけれども、お来たね、カホさんかな、カホさんじゃない、ひならじゃない、めぐるさんだお、いいね、お、すごいシンプルめぐるさんですね、いいね、最初カホさんかと思ったさあ、ありがとうございます。ここ、そしてやりました、特別 P アイドルセレチケもらいました。いいね、お、いや、これ初期か。ひよりさん、でもあったよね、多分初期。あれ、じゃあ、イルミネまさかの初期全部揃った。さあ、幸先いい感じでございますが、じゃあ、続いてはこの2倍のね、無料10年やっていきましょう。お、いきなり、お、めぐるさん。お、おお、これは、ふゆこさんかな？見てなさい。冬が輝く瞬間をね。おお、かっこいい。じゃあ、まだね、回すね。あ、ごめん。ちょっと動画のエンコードが終わったわ。おお。すごいね。神おろしだよね。いいじゃないですか。待って、すっごい来るんだけど、何これ？なんつ遊んだ。おう、夏の道、目を輝かせ、駄菓子屋ですね。おお、いいですね聞いてくれてる感じですね多分プロデューサーがなんか笑ってたりなんかしたんだろうな何なん今日、何なん俗に言う神引きじゃん。正直2日目のあの動画をさ、神引きってさ、あ、いい引きにしたんだ、動画のタイトル。じゃあ神引きでも大丈夫だ。とんでも引きをしてしまったとんでも引きをしてしまった。めぐるさんでございますけれども、あ、いいですね、これね、これめぐるさんなんだね。イルミネのサポートってたまにこうだよね、なんかあ、その人中心なのにこの人のカードなんだみたいな展開あるよね。まあ、あのさんもいいじゃないですかね。え、次のプロデュース予定はイルミネなのでね、ぜひとも、お願いしますというところで、安心ダブルキャスト、おお、冬子さんですね。お、かっこいい、え、めっちゃかっこいいじゃないこれ、何なんかストレイライザ・ストレイライドって感じがするね。で、夏田さん、夏田さん2日連続ですね、いいね、これね。で、あ、野球してる。ドンピシャな。いやー、すごいね。めっちゃ足上がってんね。すごいね。あれ、沢村みたい。あと、もう一人いたよね。なんだっけな。名前忘れちゃったな。メジャーリーガーにいたんだよね。一人。ピシェって名前、足上げる人。まあ、そんな感じでございました。はい。もう野球狂にとってはもうドンピシャですよね。緑ってなかなかね、ヤクルトカラーですね。あ、ちょうどいいですね。今、日本シリーズでヤクルトやってるんでね。ヤクルト対オリックス。明日からね、また、明日っていうか、まあ、日付が変わったんで、今日からまたね、試合があります。宮城くんと、高橋奎二さんなのでね、皆さん見てみてください。去年の日本シリーズね、高橋奎二さんはね、完封勝利してますので、はい。そこもね、注目と。日本シリーズだよね。まあいいや。というところでございました。ラストでしたね。じゃあ、これ以降は、無料10連は上がらないというところで、よろしくお願いします。ありがとうございました。